お笑いコンビトムブラウンの道ちが2日 X 上で行った突然の報告にネット上では狂気を感じる正義の喫煙者などと話題となっている写真狂気を感じる裸なの怖いの声恍惚の表情を浮かべ喫煙する道ちの姿土曜の正午前に突然投稿されたのは 上半身裸と思われる道夫が恍惚の表情を浮かべながら紙タバコを喫煙した一枚だった。今39歳で30歳からタバコ吸い始めたけど絶対タバコ吸う人生の方が豊かだと思います。と、タバコ愛、お熱弁、彩りのレベルが違います。吸う人生の方が幸福、と綴った。そして、だから、タバコの料金2倍になってもいいから喫煙所1。 5倍くらいに増やして、頼んます、とは異変化の悩みについても触れた。一方で、喫煙所のライン少し外でタバコ吸う人は白丸大していいので、と喫煙マナーについても提言している。この投稿には、時代に逆行してるが、素直でよろしい、笑、30から吸い始めたきっかけが気になる、正義の喫煙者、ガンギマリ、遅咲きですね、狂気を感じる。 裸なの怖い、などの声が寄せられている。